け。いや第3試合とはいえ、ほんまね、激しい試合できたっていうか、うん、結果はちょっとまあ、岡がね、いいとこまで行けて、うん、もう一踏ん張り、もう一声やってんけども、うん、岡がやっぱりね、ああいうお客さんの、うん、声援っていうのをね、やっぱ期待に応えないと、うん、せっかくやっぱ、あそこでガーッと盛り上がってないから、それ以上に出さないと、うん、まあ、まあ、中田、中西、やっぱ、あいつは縦にね、うん、何十年も俺と同じようにやってないんで、うん、やっぱりそれを切り崩さないと、あいつは前に上にも進めないから、うん、まあ、岡は期待してるけども、うん、どうなのかな、ルックスだな、ちょっと悪いね。まあ、それ以上に実力つけない、つけないわね。うん、実力次第ですよ、この世界は、うん。いくらかっこ悪くても、どんだけ、うん、しょっぱい顔しても、うん、やるときはやる、結果出すって見せないといけない。うん、自分を変えていって、うん、自分自身やっぱ何かをきっかけがあればね、あいつもそれなりに変われると思うし、うん、まあ今日は普通の試合じゃなくてやっぱガンガン行ってほしかったしね、うん、やっぱり中田中西っていう壁はやっぱ高いですよ、厚いですよ、うん、まあ、俺が十分それをしっかり経験してるから分かりますけど、まあ若いやつは、うん、そんなもんしたことじゃねえって、それぐらいの気概でね、うん、ぶつかっていけって、何も怖いものはない、何も、うん、なくなるものはないからね、うん、若いやつはもうとにかくがむしゃらに元気に必死に食らいついていけって、はい、まあコンコンと、うん、他にね、はい、相手言ったら分かると思うんで、うん、それなりに、まあ、学習能力があれば、うん、しっかりとやっつけと、次はね、うん、そうは言ったら気持ちいかないとね、はい、以上ですね、はい、まあ明日、うん、明日はね、試合組まれてないから、うん、あれなんですけども、まあ、マシン、スーパーソニックマシンのね、やっぱり、最後の、うん、セレモニー、うん、どんな、まあ、何かしらの形でね、うん、試合に出たかったんですけどね、まあ、それはもう、明日、会場で決めて、うん、マシンから要請があれば、なんかできる、やりたいなって、はい、まあ、みんな、うん、いろいろ期待してるかもしれないですけど、それ期待以上にね、面白いこと、うん、あればなって、明日は、はい、花を添えられればなっていう気持ちです。はい、皆さん、ありがとうございました。やっぱり岡とやると、体が大きい分、やっぱり一つのダメージは、まあ、強烈なことになった。昨日もやったけど、そんなに岡と絡まなかったですけどね。今日岡としっかり噛むと、やっぱり奴の底力が怖いなって、まあ、将来性みたいなものを感じますね。でもまだ負けないよって、そのことひらめき、そのまま起点とか全てにおいて負ける要素は何もない。だから早くそういうものを含めて、すべて俺をぶっ飛ばすような底力をつけてほしいなと。他にそれができれば、こういうベルト、そしていろんなベルト、そういうものがどんどん近づいてくるだろうし、それを目指して、そんな若くないわけだから、頑張ってほしいなと思いますね。幸せですよ、ザ・ホーレンに潰されて、そこから本当の、ね、立ち上がる力ってもう今植え付けてあるから、それを覚えたら無敵ですよ。以上。